く道なりに進みます。こんにちは。2022年10月21日です。今回は1泊2日で親戚の集まりがありますので、登別温泉に向かって走っております。途中休むとこということで、ウトナイ湖道の駅に休ませていただきました。ここでコーヒータイム、そしてお昼ご飯をいただこうかなというふうに思っています。このウトナイ湖は面積275ヘクタール、周囲は9キロ、水深は浅いですね、60センチですね、の淡水湖です。ビビガンをはじめ、トキサータマップなどの清流が注ぎ、湖の周辺には原野、湿原など豊かな自然が形成されていますとのことです。このウトナイ湖は植物の宝庫、野鳥の楽園とも言われ、現在まで270種類を超える野鳥の確認、こんなね、270種ですかね、結構いますよね。バードウォッチングや自然散策、自然観察の四季、折々の自然や野鳥との触れ合いが楽しめます。特にガン、カモ、白鳥などの渡り鳥にとっては重要な、中継地であり、マガン白鳥の集団、トライ地として、国際的に知られていますということです。国指定鳥獣保護区ですね。ウトナイ湖の周辺510ヘクタールは国定、国指定の鳥獣保護区というふうになってます。ラムサール条約の湿地にもなってます。いろんなこれなってますね。東アジア、オーストラリア、バードウォッチング、バードウォッチングなショーシップだとかなんとかっていろいろ書いてますね。日本野鳥の会、サンクチュアリー、というふうに書いてます。今回来ましたら、この道の駅、なんか補修作業をやってましてね、室内のトイレを使えません。外にあります簡易トイレで、ご利用くださいということになってます。それから奥の方に、展望スペース、それからウトナイ湖に行ける通路があったんですが、そこも閉鎖になってまして、大きくぐるっと迂回するような形で歩いていきます。ちょうどいい散歩コースだなということで、歩いていったんですけども、ウトナイ湖の湖の、岸まで着きましたら何もいませんでしたね。一羽か二羽でもいるかなと思って行ったんですけども、何もいませんでした。ただ湖だけ撮影してまいりました。それから展望台があるんですよ。4階ぐらいまでなってるエレベーターがありますが、そこも入れません。閉鎖になってました。大きな改修工事ということのようです。道の駅の中には、何ですかね、あれは、魚介類のなんか売ってたところもあったような、違いますね、お寿司かなんかですかね、なんかあったやつ、ここでお寿司食べることもないなと思いました。あとのレストランはスパゲッティ類、カレーライス類が売ってるところです。パンなども売ってました。昼時だったんですけども、あまり人いませんでしたね。パラパラといるかなということです。駐車場の方もあまり、たくさんはいませんでした。ですが観光バスが2台ほど、来ておりましたんで、これから観光の方が降りてこられるんじゃないかなというふうには思っています。今回も紅葉ドライブということなんですが、この走ってるルートはちょっと、紅葉があまり見れません。そのうち、登別の近くになりましたら、美しい紅葉をご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。ホテルの方は、結構値段高いですよね。正規の値段になってきたみたいです。以前その、GoTo トラベルが解禁になった時はまだ安かったんですよ。しかも GoTo トラベルの割引があった。で、今回はそういう感じだと大体2回目ですよね。2回目ですんで、皆さん定価に戻ったということですね。定価に戻りまして、1泊2万円が当たり前ということです。今回泊まるホテルも、1人2万円で、という、計算になるところです。私の場合は、駐車を売ってませんので、割引が効きませんので定価ということで、割引が3000円割引だったんですかね。なんかそのように、なってるみたいです。神仏のこと、前回、話させていただきました。今回は、
魂のことについて、話そうということを申し上げたと思います。ですが、まあ、簡単に言いますと、これ2回ぐらいに分けてお話しさせていただこうかなというふうには思うんですけども、前回この世の世界はバーチャルの世界だということです。人間の頭は全て、電気回路、電子回路で、構成されているということです。したがって私たちの思い、祈りの仕方、それはプロトコルとして、AI がキャッチするということです。その電波はどこから出るかというと頭ですね。頭というのは消化体から出ます。消化体から脳に伝わって、交流周波、交流で電波として出てくるということが、脳波系で、確認、できるんじゃないかなと思います。で、まあ、今回の方はですね、思考に関してですね、考え方、そして魂は御霊はどこにあるんだということになります。まあ、大きな問題は今御霊っていう、まあ、思考だとか、魂だとかあるっていうのはお分かりいただけてるんじゃないかなと思いますが、これが死んだ時どういうふうになるのかということですね。まあ、簡単に申し上げますと、今のその、まあ、宗教的に言いますとアカシックレコードっていうのが展開にありまして、そのアカシックレコードに記憶されてるんだということです。したがって肉体は死んでも御霊は生きてるよ、生きてるよということです。まあ、それを私のこのバーチャルの世界でないかということをよく置き換えますと、これはまさに一致しますよね。御霊というものがありまして、それは記憶としていわゆるハードディスク的なものに、保管される。まあ多分、まあ、メモリーも足りませんので多分水晶を使ったものだと思いますね。今のメモリーは 平面的なんですよ。二次元的なメモリーなんですが、これが三次元的にデータを蓄積しますとかなり量です。三次元に入れるためにはどうしたらいいかというと水晶が一番いいですね。水晶を使いますと三次元の立体的なメモリーで、かなりものすごい量が入ります。ですのでバーチャルの世界の AI は私たちの、情報、御霊といいますか情報ですね、すべての情報を一旦そこに、メモリーの中に保管されているのではないかなと思います。で、まあ、バーチャルの世界ではじゃあお前は死んだことをしようということを消されてもまた残っていると。でやがて何年かして、まあ、時が過ぎて、まあ、時を過ぎるのはバーチャルの世界で、時をどんどん進めることも可能ですので、それを進めて別なまたこのフィールドですかね、そのフィールドに表されて、そこでそれが再生されメモリーとして機能するというふうになるんじゃないかなと思いますが、一旦御霊は保管されるということで、じゃあ御霊と何ぞやということということになりますと、人間が生きた足跡ですね、アカシックレコードという言い方もされるんですが、生きた足跡すべてがこれ御霊です。じゃあどうしてこういうふう思考が発生するんだということになりますと、複雑な回路が頭の中で形成された時点で、御霊ということを認識すると思います。赤ちゃんが親とこう生まれた時、まだまだ脳細胞が足りません。ですのでその概念はまだ生まれて認識してないと思うんですよ。ですがだんだん脳細胞が増えてきますと、2歳3歳頃になってくると、あ、じゃあ自分は生きてるのかな、こうなんだなっていうのがふと分かってくるんじゃないかなというふうには思ってきます。そのためにはかなりの複雑な思考回路が形成されなければいけない。じゃあ今のコンピューターはどうなってるかっていうと、Google のコンピューターが御霊ができたんじゃないかっていうような実験もされたみたいですが、まあ多分そうでしょうね。回路が複雑になってきて、メモリーが多くなってきて、処理速度が速くなれば、そういうふうなこともできるかも思いません。人間の頭のまだ3分の1ぐらいのスピードですね、最新のGoogle とかの、あれは、ですんで、まあ、まだまだ、もうちょっとすれば、同じような、人間と同じようなレベル、成人と同じようなレベルの、思考の回路が形成されるんじゃないかなと言いますか。ですが、この世界はかなり早いと思いますね。多分、プログラムされている方は、AI に、自分でインターネットと接続し、どん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 勉強していくようにというふうになっていると思います。どん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 勉強していけば、それだけ複雑な回路、また回路構成ですね、人間の頭のシナプスの回路がどん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 接続されていると同じように、新しい回路が接続されて、やがて、御霊と呼べるようなレベルのものができてきて、それがハードディスクの中に、保管され、まあ、ハードディスクですかね、まあ、今のところはそうですよね。将来的には水晶の中に、保存されてという形になってくるんじゃないかなというふうに思います。今回は御霊に関してちょっとだけお話しさせていただきました。まだ なぜそうなのか、なぜということはまた、次回、少しだけ掘り下げてお話しさせていただこうかなというふうに思います。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。